西野です。富永です。さあ、皆さんよろしくチャンネル。はい、富永さんと僕がこうやってオープニング映ってるってことはナダルにドッキリってことだと思うんですけど、今日はですね、富永さんがちょっとナダルさんに恋愛相談してもらって、はい、その恋愛相談の内容が彼氏ができましたと。ただその彼氏が奥さんと子供います、不倫やないかってなった時に、ナダルさんどういうリアクション取るかっていうのをちょっと見ていきたいなと思います。はい、富永さんちょっと最近演技に定評あるから伸びてるからちょっとっ、うん、今回もちょっと演技お願いしたいと思います。はい、ほんまにその人のことを好きっていうの入れて、はい、架空のね。じゃあお願いします。ちょっと私の話なんですけど、うん、いいですか今。何？私、うん、実は、うん、彼氏ができて。よかったやん、おめでとう。はい、めっちゃ素敵な人なんですよね。どんな、どれぐらい付き合って？いや、まあ、でも付き合って全然、まだついこの前、1週間前とかに付き合ったばっかなんですけど、結構なんか年上で、42とか。おお、俺より上やん。そうですね。まあ、いいと思うで、俺は。あ、本当ですか。うん、なんか、応援してる、子供好きで、なんかこの前も、なんか子供への洋服とか一緒に私も買いに行ったりとかしてて。子供への、子供？子供が いてるってこと？そうですね、子供いますね。そう、すげえなそれ。俺もまあ子連れの子とつけたことあったけど。あ、本当ですか。うん、でもなんか子供は多分奥さんの方で育てるのかなみたいな話とかをちらっと聞いてたり。離婚してるってこと？いや、もうちょっとっていうこと？もうちょっとで離婚するみたいな。ほなまだ離婚してない状態の人と付き合ってるってこと？まあ厳密にはそうです。不倫みたいになってるもんな。ああ、やめてや、ちょっとほんま迷惑かけんの。まずいですかね、やっぱり。まあ、世間的に絶対、まあ、昔やったら別に行ったらええやんって言うてるけどさ、今こんなご時世やからさ、はい、ちょっとしたことでもすぐ叩かれるから、別にその富永さんだけの問題やったら別にええねんけど、はい、俺らに迷惑かかるかもしれない。確かに。まあ、でもお互いなんか愛し合ってるというか、いや、まあ大体そうやね。それ愛してないの意味わからんからさ。別にその恋愛で俺は自由やと思うけど、はい、その YouTube スタッフがなんか不倫してたみたいな印象悪いから、普通に俺もめっちゃ我慢してるからな、そっち系の。あ、めちゃめちゃしたいよ俺も、そういう不倫とかさ。あ、そうなんですか。しまくりたいけど、まあ、やっぱご時世的に無理やから。なるほど。でも西野さんに言ったら応援してくれましたよ。応援してない、行かれてんな。もうとにかく面倒くさいことあんま持ってこないでくれへん、もうしんどいから。すいません。もうその勝手に好きにしたらええけど、もう迷惑かけんといてほしいってこと。はい、お疲れ様です。何とるっけ今日、大丈夫やてっけ。今日はトーク。なんか恋愛系のやつとか撮れます？恋愛系？はい。恋愛系って何？なんか最近の恋バナみたいな。これ、富永さん。聞いた西野、富永さんさ。ああ。なんか彼氏できたとか言ってさ。ああ。不倫してるみたいな。ああ、うん。あれな？いや聞いたけど、うん、いや好きなって思うたよ。ええ、別に、はい、好きなって。相手があるやろ？あの人やんな。そうです。ん？有名？いや、有名とかですけど。俳優とか？いや、全然有名とかそういうのではないんですけど、うん、なんか結構その業界の人というか。業界？あの業界関係というか。ややこしいなこれ。いやでもなんか結構なんかなかなかの地位だったりしてて、結構なんかその仕事とか振ってくれるみたいな。いや、本来やってた方がいいよ。うせえ。なんか結構仕事もくれたりする。どういうこと？広告系？ちょっと俺あんまり大きい声で言えないんですけど、ちょっとなんかまあそこら辺というか。そのそういうやり取りはしたん？そのうちの YouTube チャンネルも振ってよ仕事みたいな。ああ、そうですね。マジで？いや、めっちゃええ。でめっちゃすごい応援してくれる。ほんま？嘘。いや、めっちゃええやん。ありがとう、富永さん。それはもう絶対本ならもう続けた方がええわ。そんなでかいともみ消せそうやしな、いろいろ。まあでも難しいね、その
相手子供ってやな。大丈夫やろ別に。早く離婚してもらって、うん、とにかくそれ俺らも接待するから、もういつもお世話になってますのみたいな言うから、全然盛り上げみたいな。どうやな、難しいところやな。いや応援するよそれ。いいですか、ね、え別れんでいいよ別に。じゃあなんかそろそろ別れるよみたいなこと言われてはいる、うん、それ言うねん、絶対言うねん、そういう男は。ああ、ほんで仕事も触れるよみたいなこと言ってんねやろ、はい、それは一つのなんていう口実っていうか、まあ、言うたらでも富永さん爆弾みたいになってるわけやからな今。言うたらその人の弱みを握ってるっちゃ握ってるわけやから、でそれで私とどっち取るんですかとか、もし別れないんだったら私このこと言いますとか、でもなんかその、まあ、そういう年の方たちとコロチキさん、私もなんか会社として大変なんで案件振ってくださいとか別に言えんこと。脅迫するってことですか。脅迫というかそう言い方したらそうなるけど、なんて手札。いや脅迫やろ。いやー結構怖いけどな。いや俺は全然ありやと思うで、応援していいと思う、うん、まあまあその別れてもらうのはでも別れてもらった方がいいかもしれんけどな、うん、ちょっとだよ、えだー行って何だよ、行って行って何ドッキリでした。何がちょっとびっくりです。何がよ富永さん、びっくりしたな。びっくりしました。なんかもうええわほんまに。富永さんが不倫してたっていうね、まあ、嘘です。はいはいはい、うん、でそれを、奈々さんに相談したらどういう反応するのか、はい、まず YouTube チャンネルのスタッフがそういうことしてたら、それは一緒やもん、ね、良くないから、やめてくれって、自分のもう自分のことしか考えない。いや仲間やから。じゃあそれやったら富永さんもな、そういう気持ち分かるけど、とあとあくびしすぎやし、もう富永さんのことは思ってなかったよ。いや仲間やから止めてんねんこっちは。違う違う、あの俺の過去も魚しみたいな言い方してたよ。思い出して思い出してくれ。ちょっと聞きたいねんけど、うん、俺の株下がるし富永さんの株も下がるし、うん、やめとこっていうところに何の問題がっていう言い方してなかったよな。なんでそんな分かりやすい言い方せなかった、はい、富永さんどういう言葉傷つきました。俺の仕事がなくなる。うん、そういうのがちょっとびっくりしたんですよ。俺の仕事がなくなるから、俺のじゃあやめてって。俺の仕事がなくなるし富永さん自身が傷つくことになるぞって心の中で思ってたんやけど。いや言えよ。じゃあなんで全部口にせなの。じゃあ反対してたやろ、富永さんのことを思って反対してたやな。そうや。じゃあなんで最後賛成してたの急に。相手が CM 降ってきそうなさ、めっちゃ地位ある人って分かった瞬間にさ、いやで別れそうって言ってたからさ、それ応援するやろ。え別れそうって言ってたから応援する。うん、違う、だからなんで急に変わったん。なんであの、何分かでなんであんなガラッと変わったん。え、ちょっと分からんねんけど、うん、松本さんも遺書で書いてることで今全く違うことやってはんねんけど。松本さんの遺書からさ、変えんで、あかんの、松本さん否定するってことで、オッケー。松本さんの遺書のどの部分。だからもう筋肉つけてるやつ芸人としておもんないとか、うん、映画撮ったやつ芸人としておもんないとか、うん、全部やってはんねんけど、うん、え松本さん批判どうかなって思う。大丈夫声出して絶対あかんで。それはまあまあそうなるで。だから人が変わることあかんことなんかって聞きたいねん。だからその何分、俺は見ててすごい人やっていうのを知ってから、なんか自分にうまみがあると思ってから肯定しだしたんちゃうかなと思ってんけど。いや俺はそういうことじゃなくて。そういうことじゃないの。 CM もらえそう、案件もらえそうとか言ってたよ。そういうことじゃないよ。人が変わることがあかんのかどうかだけちょっと説明してくれ。人が変わった瞬間を見たってこと。俺らはドキュメンタル。よかったね。ドキュメンタル。ドキュメンタルです。あ、そういうこと。人が変わる瞬間見れてどうでした。いやいや、どうでしたじゃなくて、じゃあ変わる前はひどかったよな。じゃあ変わる前は富永さんのことを思って止めてたんや。何が富永さんのこと思ってなかったよな。いや、なんで全部言葉せなあかんのかよう分からへん。隠し取りしてどっちが本当の悪なんか俺分からへんわ、ほんまに。はい、ということでご確認です、本当に。あとでもライターで炙っときます。はい、11月の2日17時夕方の5時ですねから、新ネタ単独ライブあります。今回ですね、渋谷の無限大ホールというところでやりますんで、ぜひぜひ皆さん来てください。お願いします。もう M1 グランプリもね、もう始まってますから、はい、
もう畳み込みの、そうですね、はい、新ネタライブになっております。ここから行きますんでお願いします、はい、概要欄から、チケット買えます。劇場チケット、オンラインチケットもございます。はい、そしてスマートに、19時から1時間ほどアフタートークライブもございますんで。あ、そうなんですね。はい、今知りましたか。その後概要欄に、ありますんで、そちらもチェックしてください。皆さん見どころお願いします。チェキ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 。